始まりました。陶芸細工亀の屋のハヤでございます。このネット上の屋台にふらっと立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。本動画の解説雑談音声の方は副音声のようなものですので、お好きな音声、音楽と一緒にお楽しみください。えー、もらいさん募集の屋台へは概要欄から飛ぶことができますので、よろしかったら覗いてやってください。 本日は、えー、ジンベエザメをコミカルな感じで作っていきますコミカルいや、えー、デフォルメした感じで、えー、作っていきます前回ですね、えー、サメといえばですね、えー、ちょっとリアルな感じのサメを投稿させていただいたんですけれど今回はジンベエザメをですね 作りたいなぁと思ったんですが、うろうぼえジンベエザメ動画作ってから、ちゃんとジンベエザメの写真を眺めながら作りたいなと思いまして、うーん、デフォルメ状態で作ってみようと思い立ったわけです。なので、ヒレの位置、等々はイメージですので、えー、細かなところはですね、心の中で突っ込んで楽しんでいただければと。 思いますすししくお願いしま,すまあとりあえずですねここら辺にあるだろうというね <laughs> ここら辺にヒレがあるであろうという、えー、なんとなくの、えー、思い込み等々で、えー、ちょっとずつ形作っていきます まあ、ちょっと短い動画になるんですけど、いつもよりは。うんね、えー、簡単な感じになってますけれど。まあ、ジンベエザメ、脳内のジンベエザメをひねり出していく様子をどうぞ、えー、ご覧いただいておりますが。いやー、かっこいいですよね。あの、サメって、ほんと、全般かっこいい。全般的にかっこいい。 なんかこう魚ともね魚じゃないんですけどなんかこう,うん海洋生物の中でこう立ち位置的にすごくなんだろうな特別感が私の中ではあるんですけど面白いね生き物ですよねあの前回のサメ動画の中でもいろいろとそのサメの変わったところとかについてですねえ本とかで手に入れた知識で えー、納得というかね、感動しながら、ね、語っている様子が、えー、動画になっていますが、本当にね、面白いなと思います。うん形が何よりかっこいいしうん、ね、海洋生物の一個一個面白いところですよね。白黒がうまく表現できるんだったらシャチとかやりたいんですけど、 うーんまあでもなんかあの素朴な感じでとりあえずやっていこうかなと思っているので色をつけるう々ぬにはまだ手を伸ばしておりませんので形だけである程度表現できる、えー、海洋生物動物なんかを中心にまずはやっていこうと思っているわけです尾びれね尾びれは ね、サメの尾びれそうサメの尾びれとか馬の尻尾とか <laughs> 作ってる時なんかちょっとあのいいなーって思いますねもの作ってる時のね喜びって不思議なところに宿りますよね <laughs> ここいじってる時好きってのがねいろいろありますよね、えー、絵を描いたりとかえー、なんだろう うーん手芸やったりとかねしてる方にもあるんでしょうけどなんかこういうポイントにがツボでついつい、えー、喜びを覚えるぞっていうポイントね皆さんももし何かハンドメイド等々、えー、されている方はですねおあ、えー、りになるのではないでしょうかなんかそういうポイントを伺ってみたいところですよね他にも 私何があれかなあと口ね。ちょうど今やってますけど、この口。今回はちょっとジンベイザメっぽい口ってどんなんやろうと思って、とりあえず思いつきでですね、このえスプーンのようなヘラをですね、突っ込んでみてみますけども。結構ね、なんか笑わせたいっていう欲求が強くて、笑顔を作りたいという欲求がなぜか強くてですね。 前と前でやってるんですけど、またね、決まりづらいんですけどね、口って悩みどころになりがちなんですけど、でもね、あの作ってる時は非常に面白いですね。楽しいです。あと、こうやってなんか、えー、思いつ,ついたかのように、とりあえず目とか、スッて入れてみる時とか面白いですね。なんか、直感を、自分の直感を、 頼りにギュッて入れてみるんだけどそれが合ってるかどうかなって答え合わせしていく瞬間が、うん、面白かったりします。どうかなねジンベエザメの,あの特徴的なところってどこだろうって、えー、脳内で、えー、脳内のジンベエザメを検索しながら作っているわけですが。 今回、ポイントにしたのは、やっぱりこの口と、あと、なんかこう、目が横、口横あたりになんかこう、ついてたっけな、みたいなあたりと、あと、体の、なんかこのね、顔のあたりの平べったさですよね。そこら辺を、なんとなく再現できれば、ジンベエザメに近づくのではないかと、えー、思って作っております。えー、大体の、 フォルムがが仕上がってきましたあとは微調整という段階に入っていきます。こうやって、えー、肌のあれをなでつけたり、えー、あとなんかちょっとゆんだとこないかなとか言って、えー、自分なりに調整をつけていきます。あとこう ね、座りが良くないといまいちなんで床にくっつけてみてどうかなと見てみたりとかいろんな角度から見て見栄えはいかがでしょうかとお伺いを立ててみる段階になりますああそうだ、えっ、ー、とちょいとしたご報告で、えー、インスタグラムをですね始めてみました今まで手をつけていくことはなかったんですけど やってみようかなと思いましてね、えー、イメージ、インスタグラムに対してのイメージはなんとなく写真、写真ですよね、写真だなと思って。<laughs> なんだそれよ、そんな。感想がちょっと歪んでますけど、ね、写真、写真かと思ってね、毎度写真は撮りますし、毎度ね、あのー、動画のためのサムネイルで作っては、その写真の上に、えー、文字を打ち込んでね、 加工してますけどうーん文字打ち込んでないのもなんかこう残しておきたいし、えー、全てをですね、えー、データの中に残すのはデータの中うんとメモリーみたいなものに残すのはなんかいまいちですしあと人の目に触れる回数も増やしてあげたいなと思いまして、えー、この、ね、作った人たちをねちょっとインスタグラム始めてみました えー、使い方がいまいちよくわかってませんが、ちょっとずつ慣れていこうと思います。というわけで、えー、デフォルメジンベエザメ作ってみました。脳内ウロ覚えエバージョンです、えー。インスタの使い方知ってるよっていう方、ぜひ教えてください。えー、よろしくお願いします。本当に助けてほしいな。お願いします。えー、それでは、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。いい感じだったなと、もし思っていただけましたら、 画面内右下のイルマークからチャンネル登録、グッドマークと押していただけると大変嬉しいです。ではまたどうぞ。屋台、陶芸細工、亀の屋。また覗きに来てやってください。ではでは。やっぱかっこいいですね。面白いな、サメ。